アリスティゲス・アキーノ・ヌニエスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウ右ギ MLB のシンシナティレッツ所属。ニックネームはパニッシャー。2011年1月に、ドミニカンプロスペクトリーグから、インターナショナル FA で MLB のシンシナティレッツと、契約金11.5万ドルで、マイナー契約を結び、プロ入り。同年5月28日に、 レッツ参加のマイナーチームである RQ DSL レッツでプロデビュー。2011年は DSL に専属し、233打席で打率、188、3本塁打、21打点を記録した。2012年も DSL に専属し、274打席で打率、197、3本塁打、26打点を記録。2013年は、 R9、アツルレッツでシーズンを迎え、8月18日に R9、ビリングス、マスタングスに昇格。このシーズンは2チーム合計で279打席で、打率26、262,7本塁打、48打点を記録した。2014年は R9、ビリングスでシーズンを専属し、307打席で打率29、292,16本塁打、 64打点を記録。2015年は A 級デートンドラゴンズでシーズンを迎えた。4月25日に腹部の針で DL 入り。6月28日に R 級ビリングスで実戦復帰。7月15日に A 級デートンに最初を浮した。このシーズンは2チーム合計で303打席で打率。247、7本塁打、40打点を記録。 シーズンオフにウィンターリーグであるリダムのレオネスデル、エスコヒードに所属。以降、2017年オフまでの毎シーズンオフに、レオネスに所属した。2016年は、a 級デートナトーティュガスに昇格し、シーズンを専属した。シーズン成績は484打席で打率、273、23本塁打、79打点を記録し、 リーグ最優秀選手に選出された。シーズンオフに、レッツは、アキーノを40人ロスターに追加した。2017年は、A 級ペンサコーラブルーワフーズに昇格し、シーズンを専属した。シーズン成績は504打席で打率。216、17本塁打、56打点を記録した。2018年は、A 級ペンサコーラでシーズンを迎えた。 2018年8月17日に上位ボットが10日間、故障者リスト入りした入れ替わりで、メジャー昇格し、翌々日19日に行われた、サンフランシスコジャイアンツ戦で代打として出場し、メジャーデビュー。メジャー初打席は三振だった。このシーズンのメジャー出場はこの試合のみで、8月25日に A q ペンサコーラに降格し、シーズンを終えた。 マイナー成績は445打席で打率。240オプス754.20。75本塁打を記録。11月30日にマイナー FA となり、12月1日にレッツとマイナー契約を結んだ。シーズンオフにリダムのティグレス・デルリセイに所属した。2019年はトリプル A 級ルイビル・バッツでシーズンを迎えた。4月23日に 右肩の針で故障者リスト入りし、5月18日に復帰。8月1日にメジャー昇格し、同日行われたアトランタブレーブス戦で6番右翼手でメジャー初スタメン入り。8月3日のブレーブス戦でメジャー初安打及びメジャー初本塁打を記録。8月6日のロサンゼルスエンゼルス戦から8月10日のシカゴカブス戦にかけて4試合連続本塁打を 記録し、8月10日のカブス戦で1試合3、本塁打を記録。8月第2週のプレイヤーオブザウィークに選出された、トニー・バティスタに似た特徴的な打法を持つ。ありがとうございます。